はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、今ですね、ステイヤー祭りガチャというのを行ってます。で、ガチャで何が引けるかというと、かなり低い確率って言っても 7% ですね。 7% で、リアル射台が 1%、そしてですね、これがメジロブライトの父ですね。レールドゥタン。レールドゥタンって、母か。が 3%。ダンスインザダークが 3%。一番まあ貴重なのは、リアル射台ですよね。はい。ではまず、1枚。これがかなりお得。遠くに見えるんで1枚引いてみましょう。かける10は2回振り、引くつもりです。はい、10回引いてみましょう。お、なんか来るかな？お、来る！なんか来る！来たー！ダンスインザダークです。だから 7% なんで1回出ればいいかもしれないですね。おっと、もう1個食うの？ 7% なのに。おー、レールドゥタン。結構今回いい確率なんじゃね？おー、ダンスインザダークとレールドゥタンを獲得しましたね。いや、なかなか苦渋がいい。で、これ、で、2っていうのもなかなかいいんで。これな、タイトルにSSR、10回ガチャ1回で引くっていうのは、書いた方が良さそうだよな。さあ、どうしようかな。まあ、まだ25だった。馬風石に25だったら、まあまだいいかな。おっと、レールドゥタンが2個。あ、今回レールドゥタン1個だけだったみたいですね。はい、この辺りで、はい、終わりにしておきましょう。で、ですね、デイリーガチャを1回引けます。お、懐かしい杉のキューティークエスト達成、やったね。あたしは追い込み場が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのが。なるほど、10個ガチャを引くとこれが1個もらえるわけですか。このチケットみたいなものが。はい、
というわけで、ガチャを引いてみました。今回は、SSR が、1回目でいきなり2つ2頭で、2回目で、1回目に出た中でレーデュー・デュタン、これ早口言葉にするとすごい、読みにくいようなが、もう一回出ました。なかなかくじ、7% SSR が出るのは 7% なんで、なかなか22枚で3回出たくじ運がすごいっていうわけでもないか。22枚のうちを3回だから 11.5%、 まああるか。まあそれでも思った以上に運がいいですね、これは。まあ2回引くと出る可能性はかなり高い。うまくいけば2枚もらえるじゃないかと思います。はい、馬風石がそんなに取られないで、2回目までは引けますんで、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、この動画ここまでとなります。もし気に入りましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ブログやツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。最後の20秒で関連動画、関連プレイリストの方、表示します。そちらもよろしければ見ていただければと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。